しい。一番後ろでしたが見えましたか。見えました。しかもすぐ見えました。今日はハズハズさんの代わりだったんですけどね、ハズハズさんがね早く良くなりますようにと思いながらも楽しんで、あのハズハズさんの分も頑張って出ました。今日見つけるの早かったね。だってないでしょ。尻尾も黒いもやって本物の天使ちゃんですか。だって本物の天使ちゃんかもしれない。本物かも。リノは天使かもしれません。もはや自分で言っちゃあかんやつ。はあ、そうね、なかなか出る機会ないんで。確かにそうよね。私確かに天使の尻尾さやってさ、黒い天使もやってさ、なんか混ざって黒い尻尾とか言いそうになってしまうもんやばい。葵ちゃんありがとう。葵ちゃんもありがとう。まあさんもありがとう。吉田さん、今日はじゃあ10時までね。これ今日ちょっととりあえず今日頑張ろうと思ってさ終わったので、今日はちょっと終わってからエルちゃんと一緒にあれします、スプラトゥーンをしようって約束してたので、スプラトゥーンをします。楽しみに。通信もう結構スプラトゥーン上手くなったんだよ。それで言うとみんな今日は HKT の日だって。リノのアバターゲットして。なつきくんありがとう。だってありがとう。てっちゃんもありがとう。かわいい、ありがとう。え、やば、私もスプラ誘われる。だって、え、誘われるの持って持ってよ。スプラトゥーンにハマってるのでハマってるんです。一人でやるゲームなので誰か一緒に呼ぶことができないから、それだけあれなんですけど、一人でやるゲームにハマってる。ちかちゃんかわいい、ありがとう。あ、かわいいじゃないよ、欲しい。また劇場来て。くーさんもありがとう。あおいちゃんもありがとう。みんなありがとう、ありがとう。あー、今のまだゲットできた？どんな武器だって。
どんな武器使って、何だったっけ忘れちゃった。なんか細長い武器使ってます。強、なんか一番強くてなんかメーターみたいな出てくるやつ。願ってだって、ルナアバター。あ、そう、109の時エレちゃんと目が合って笑ってしまった。楽しかった。アバター青ちゃんです。だって青ちゃんか。じゃがりこ食べたい。リッターかな。さすがにさ、公演終わりはさ料理しようと思わないよね。他の仕事だったら結構料理しようって結構思ってせかせか作るんですけど、もう今日は記録がなかった。気力がありません。だからとりあえずちょっと甘いもの飲みたかったからスタバを買いました。もうそしたらさポテトが食べたくなっちゃうんだよね。さとうもありがとう。かすみちゃんもたこ焼きありがとう。たこ焼き食べたい。サブチャンネルのスプラトゥーンで生配信をしてほしいです。だって確かにやってないの最近ね。あ、そう、ストローコンビニのやつ、なんかスタバのやつなんか飲みにくくてやめちゃった。紙ストローだったんだけど見た。何味だって。チョコです。今日 DMM 民の皆さん、ひのちゃん映ってましたか。ゼロカロリーだって。ゼロカロリーだったらいいんだけどね。ゼロカロリーだったら楽々よ。かわいい、ありがとう。佐藤もありがとう。勇気や魔法さんありがとう。地震だって大丈夫ですか。なんか最近親が関東に住んでるので関東の方のめっちゃ話を聞くんですけど、地震が多いみたいで皆さん心配ですね。福岡はあんまり地震がなくてないんですけど。心配です。なんか朝だったりさ夜だったりすることも夕方とかの時もあるからさねえ大丈夫かな。かわいいだった、ありがとうございます。もう後編終わりだからボサボサよ。今日は巻き巻きのポニテルにしました。モリモリでね、本当はね公演中こんな感じになってたんですけどね、さすがに家帰る時はちょっと撮ってもらいました。ね、
HKT の日よりののアバターゲットして、佐藤もたこ焼きありがとう、マユリパパもありがとう、ひろしにいよもかわいいありがとう。今日の髪型が好き。え、本当？今日ねここの前髪も作ってもらったの。そうそうそう、ここもね実はね下ろしてきて、なんかおしゃんな感じに、ここはなんか S 字に巻いてしました。楽しかった今日の公演も。なんか前回出た時よりもさ T2 のメンバーと仲良くなってたからさ、なおさらなんか絡みも楽しかった。公演が多くて楽しいだって。確かに。でもしばらくないですね、リノは20日かな。20日にあるくらいかな。テレステス、テレステス、いくつになってもフリーセーフ。レースよ、マロンの寒さ対策にドームの形のモコモコしたやつを探しています。だって前にさひんやりなやつ送ってくれたの、あれめっちゃマロン使ってたよ。今片しちゃったけど、マロンのドームの、確かまこたんの、まこたんのあのプレゼントとかいただくこと多いかもねえ。23日行きましたって。そうね、来週、来月、あ、来週は23日になりますね。935日ありがとうございます。じゃあ50分に終わりにしようかな。やったー、クジラッキー、ジドミフライもありがとう、ガオもありがとう、かすみちゃんもありがとう、サットもありがとう。今日は頑張った。明日のお仕事は夜からなの、夕方、お昼、おやつの時間からなのでね、楽しみ。ああ今日楽しかった。えぐちゃんも初めましてだったしね。だからさ頑張ってお風呂に入るか、ちょっとさ休むかさ、めっちゃ迷う。ちょっとベッドでゴロゴロしてするか、お風呂にも入ってしまうか。でもお風呂に入りたいけど、お風呂に入ったらちゃんと乾かさないといけないから、ちゃんと乾かすか。よく頑張りました。だって楽しかった。 T2 公演え、私もお風呂入るから入ろう。だって私も入るから入ろうか。でも確かにサイレントだって、サイレントだけどエレちゃんとスプラトゥーンする予定があるのでそれは終わってからだな。でも今日はそんなに早く寝る必要がないので、言うと明日の朝お風呂を入っとくか入っておかないか、めちゃくちゃ迷う。でもさ今10分だ、50分じゃん。お風呂入ったら間に合うよね。だいたい22時半にしましょうとか言ってたからさ、お風呂に入ってしまうか。めっちゃ迷いどころ。お風呂入った方がいいと思う人で、お風呂入ってで髪の毛乾かして、
今ショールームしてるって言わなきゃ来たんですよね。そう、何が大変かって、女子はドライヤーが大変なのよ。ドライヤーをして髪を乾かして、でそっからケアをするっていう段階までが相当めんどくさくて、運がなかったらね、もうなんか髪洗った瞬間乾いてますとかだと入りたいんですけどね。頑張るか坂本里乃、もうこれ頑張ったら寝れるもんねと思ったら頑張るしかないね。てっちゃんありがとう、くじらっきーありがとう、あおいちゃん、よしひろさんありがとう。終わってからゆっくり入ったらだって。あ、そっちパターンの人いるのね。公園終わり入食して帰りましただって。お、楽しく友達とプリで食べたんかな。やっていたいの制服、なので頑張って入っていきたいと思います。うーん、バイバーイ、楽しかった。ビーバーもありがとう。ぴょん、みなりののアバター出たかな。出かったら、出た方はね、いっぱいいっぱい。今日は HKT の日だったけど、まだもらえるのかな、これから先もぜひもらってください。今日は公演ありがとうございました。ようちゃんの声かわいいな、だってありがとう。ようちゃん出てませんだって。しょうがないですね、まあそういう時もあると思って、また次のイベント、次のアバターの時に頑張って無理はせずにね。うん、出ない、なんか出ない方いっぱい。まあ出た方は出て、出なかった方はって感じで頑張ってください。ではランキング見ます。13位がまーさん、12位があおいちゃん、11位があゆりゅうパパ、10位がこがちゃん、9位がスマイルパン、8位がサットン、7位が白身フライ、6位がくじらっきー、5位がちかちゃん、4位がかすみちゃん、3位がかず27さん、7位がハリーさん、1位が佐世保のてっちゃんでした。てっちゃん昼もありがとう。てっちゃんでした、ありがとうございます。今日頑張ったよ、りのてっちゃんも応援してくれてたかな、ありがとうございます。はい、では今日は終わりにしたいと思います。また明日、またね。バイバイ。おつりのちゃんだって、おつりのちゃん、ありがとうございます。